皆さんこんにちは、こんばんは、ございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、ルインハザード第2弾としまして、福島県は二本松市にあります御手の森城跡にやってきました。はい、ここはですね、その名が指す通り、まあ、お城の跡なわけなんですが、まあ、いわゆるそのこう立派な城郭があるこうお城というわけではなくて、まあ、ちょっとね、山の頂にあるような、山城といったものなんですけれども、その跡地になるわけですけれど、ここにはですね、どんな曰く因縁があるかと言いますと、まあ、こちらをご覧ください。18歳で家督を継いだ伊達政宗に臣従していた二本松小浜城の城主大内貞綱が伊達氏と敵対する会津の芦名氏に寝返り、これに怒った政宗は大内討伐のため、1585年8月27日、小浜城の市場、御手の森城を大軍をもって包囲し、火を放つと、檻からの強風により、あっという間に城が燃え落ちたが、政宗の意図は殲滅であり、城主、菊池秋綱や大内の親類、兵士のみならず、城内にいた農民、女子供や家畜に至るまで、撫で斬りにした。累々たる姓の数は、正確なところは分かっておらず、数百とも千を超えるとも伝えられている。現在本丸のあった場所には愛宕神社が祀られているが、夜な夜な浮かばれないものの悲鳴が聞こえると言われている。はい、といった感じの話があるわけなんですけれども、まあ、実際にですね、どんなことが起きるのか、これから実際に行ってみて、体験してみたいと思います。現在ですね、夜中の1時半を過ぎたところで、気温は7度と、だいぶ冷え込んでます。いろいろと怖い部分はあるんですけれど、まあ、それ以上にですね、時期的に、野生動物が冬ごもりをする準備を始める時期でもあるので、まあ、そういったところにね、ちょっとね、気をつける必要もあるわけなんですけれど、まあ、これからちょっとね、行ってみたいと思います。というわけで、御手の森城跡入り口に今立ってます。ですね、真っ暗闇かなと思ったんですけど、今日はちょっと月明かりが出てて、それが雲でこう散乱して、まあ完全な闇かっていうと、結構周りこう見渡せるんですよね。ただこのカメラだけはちょっとね、明かりが足さないとちょっと暗すぎるんで、一応、ヘッドライトはつけています。はい、じゃあ登っていきたいと思います。手前にこの御手の森城跡の看板があります。で、この御手の森城跡っていうのは、まあ当然山城なんで、こう山の頂上に城があったわけなんですけども、その山へ登っていく参道ですね、これが、まあ、あの山登りっていうと、まあ、普通はこう山をくねくね登って、まあ、極力こう急な坂道にならないようにすると思うんですけど、ここはですね、本当に入り口からその頂上に行くまで、山道がこうまっすぐ上がってまして、で結構な急斜面なんですよね、ここはね。もう歩き始めたばっかなんですけど、それにちょっと息が上がってるんですけど、ちょっと周りにいくつか民家があったりするんで、あんまり大声で喋らないように気をつけたいとは思うんですけど、
まあ登っていく距離自体はそんなに長くなくて、まあ、10分くらいあれば登れると思うんですけど、いささか角度が急らしいんで、まあ無理に急いで行き上がったりしないようにちょっとゆっくり行きたいと思うんですけど、気温が10度以下なんで、もう吐く息が白くなってます。なのでちょっとカメラにこの白い息が映るかもしれないんですけど、これは自分の吐息なんで、そのなんというか怪奇現象とかではないですね。はい、入り口からちょっと上がってきますと、これ一本道が走ってるんですけど、これはですね、まあ、こっちの奥の方にある民家へ向かう道のようなんで、ここをこの場所をですね、あのナビなんかで調べてこようとすると、多分この道を多分案内されて、この道の途中で目的地到着ですなんて言われるみたいなんですね。はい。で、ここ数日結構ですね、風が強くて、まあここ数日風が強い日が続いてたんですけど、今日はですね、非常にこう静かで、ね、周りこう音一つないような状態なんで、まあ何か起きたら音は確実に綺麗に入るんじゃないかなと思います。はい。でこちらですね、これ本当は昔はこっちから、まあ、こっちに向かって、まっすぐ道が続いてたんでしょうけど、まあ、この手前のこの道があることでちょっとこの道の続きが分かりづらくなってますけど、参道はこっちにまっすぐ続いてます。じゃあ行きましょうか。で、まあ、参道の入り口からこの先しばらくは、まあ、見ての通り山道ですね。あの石段とかがなくて段々になってないんで、あの雨降った後なんかはね、ちょっと滑って危ないような場所になりますね。ちょっと小さい石碑があります。で、今はこうやって、まあ、木立の森になってますけど、当然昔はあの頂にお城があったわけで、そこからこうね、あの敵の動静をこう見渡せるようになってたはずなんで、昔はこう木はなかったはずなんですよね。
だんだん登りがきつくなってきましたね。見えてきましたけど、石段があります。最初に石段を登り切ったところにちょっとこういった道が走ってるんですけど、これはそのお城があった頃からあった道だったのかちょっと分かんないんですけど、まあこれは山城の構造でいうクルワというものの種類の一種かなと思うんですね。この山をこうぐるっと囲んでこういうふうに平らなところが設けられてまして、ここにこう白方の兵士が並んで攻めてくる、その敵兵に向かって射撃なり、弓矢を放ったりしていたんじゃないかと思いますね。はい、こちらに看板が見えますけど、愛宕神社と、はい、この頂上に祀られている神社の名前ですね。はい、でここからまた石段がずっと続くんですけど、これちょっと画面から分かるかどうかなんですけど、かなり急な、山道になってますね。まあ、ところどころ踊り場が設けられて、こうね、極力急角度にならないような工夫はされてますけど、それでもやっぱりかなり急な階段になってますね。今のところ特に変わったことはありませんけど、さて、はい、横にこれ常盤神社ですかね。実はですね、この右手の奥にもう一つちっちゃい神社がありますんですけども、まああのナビでここに来ようとするとそっちの神社を案内されたりするみたいです。はい、でこちらにこう平らになってるところがあるんですけど、これは多分そのいわゆる廓の構造なのかというと、その神社に向かっていくための参道を新たに作ったんじゃないかなと思いますね、これはね。そして正面の石段なんですけど、ここからぐーっと上がっていって、これもまたさっきよりも急な石段になってます。はい、まあ本当に
水を打ったように静まり返ってますね。でこの石段なんですけど、この踏み板というかその幅がこう均一じゃなくて、しかも傾いてたりするんで、これ登るときはちゃんと足元を見ながら上がらないと危ないですね。これ一応手すりはついてますけど、頂上の神社が見えてきました。ちなみにこれを撮っている段階では特に音声的ななんか異変ってはないんですけど、まあ後で編集するときにちょっとねしっかり聞いてみたいと思います。頂上の愛宕神社に到着しました。すいません、夜分遅く失礼します。はい、というわけでこの神社はですね、まあその忌まわしい惨劇の霊を鎮めるために祀られた愛宕神社となるわけなんですけど、まあ昔はここにお手の森城の本丸があったと言われてまして、はい、こちらに説明の看板があるんですけれども、その後ろにですねあるこの大きな構造物ですね、これがまあ本丸の石垣の跡だと言われています。まあこう向かって左側と、まあ、右側にわずかに残ってる感じですね。はい、でまあ先ほどから聞こえてるかどうかですけど、こっちの方に一応あの幹線道路があって、まあ夜でもあの業務用のトラック的なものは走ってるんで、たまにその走ってる音が聞こえるかもしれないですね。でこの本丸の外側なんですけど、かなりのこれ断崖になってますね。はい、まあそんなに高い山ではないですけど、そう簡単にこう攻め込まれるものではなかったとは思うんですが、まあその冒頭の紹介にもありましたように、まあ火を放たれて、まあその当時強い風が吹いてたそうなんで、まあそれに煽られちゃって
城はまあ比較的あっという間に落ちてしまったそうです。はい、ここに庚申東軍とありますね。はい、この愛宕神社の右手の奥の方に、まあ、いわゆる供養塔というものがこう並んで立ってるようなんですけど、ちょっとここにちょっと行ってみましょうか。まあ、ここは、まあ、建物の北東側の尾根になるかなと思うんですけど、比較的こちらはこう平らに伸びている道で、まあ、今日その下の入り口から上がってきましたけど、いわゆるお城の大手門はその上がってきた方の口じゃなくて、こちらのこの広く伸びている尾根側にあったんじゃないかという話があります。はい、と供養塔が並んでるところですね。このようにお酒も備えられてます。はい、であちらの方にちょっと見えますかね、キラッとこう光が見えてると思うんですが、あれは街灯で、まあ、こちらの方にもね、あの民家があるみたいなんですけど、ただ道的にはあんまりここは整備されてないんで、まあ、ここまで来るのが限界かなというところですね。じゃあちょっと神社の方に戻りましょう。月明かりが見えてきましたね。はい、あの光のおかげで結構周りが見渡せます。はい、時折もしかしてコポンコポンって音が聞こえてるかもしれないんですけど、ちょっとバックパックの中に飲み物を入れてまして、それが揺れてちょっとね鳴ってる音なんで、ちょっと雑音が入っちゃって申し訳ないんですけど、じゃあですね、この愛宕神社の正面でちょっと何が起こるか定点をやってみたいと思います。というわけで、この境内の前で、ちょっと定点始めてみたいと思うんですけども、はい、非常に静かなのがちょっと不気味なんですけど、はい、じゃあ定点の方を始めていきたいと思います。まあ、大体10分くらいやってみようかなと思うんですけど、you
10分経ったんですけれど、まあ特に大きな異変は感じられなかったんですけど、はい、というわけで10分経ったんですけれども、まあかすかに物音がする以外に、特に変化はなかったんですけど、まあこっち側に道路が通ってるんで、どうしてもそこをこう走ってる車の音が、一番大きく聞こえてくるくらいで、特に異変はありませんでした。はい、じゃあ最後にですね、ちょっと神社の周りをぐるっと回ってみたいと思います。ここにもこれ石垣があるんですけど、これは多分神社を建てるときに新たに作った石垣なんじゃないですかね。はい、結構こう綺麗に積まれてる感じなんで、これは多分その神社を作るときに新たに作った石垣だと思います。はい、というわけでお手の森城跡、まあ厳密に言うと愛宕神社ということになりますけれども、こちらの検証これで終わりにしたいと思います。はい、すいません、夜分遅く失礼しました。じゃあ帰りたいと思います。何やら音が聞こえてきますけど、はい、途中にこうあった常盤神社のこの、行く道なんですけど、一応そっちの方にもね回ってみたいと思います。はい、百光神とあるんですけど、この辺の岩を見るとですね、岩肌にこう光神っていう風に刻まれているものがあるんですね。はい、それがこうたくさんここにあるんだと思うんですけど、はい、まあこの城での惨劇を、まあ、供養するために作られたものみたいですね。
全に山道なんで、雨降った後はやっぱ滑って危ないと思います。失礼します。はい、こちらが、常盤神社ということで、ま、上の愛宕神社に比べると、ま、小さいお社の神社ですね。それをこう囲いで囲っているような感じのものになりますね。じゃあ帰りましょうか。失礼しました。はい、というわけでお手の森城跡でした。まあ現象的にはね、こう明白な、まあいわゆる霊現象というものは入ってないとは思うんですけども、ちょっとね帰って編集してみてしっかり検証してみたいと思います。はい、また近いうちにですね、ルインハザード続編、できれば作っていきたいと思いますので、高評価チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。